ちなみに今日食べてるのがこの鬼カッパっていうやつで18禁やから18歳以下は食べたらあかんから。あ、そうなん。いや、R18 って書いてる。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は何やらカッパラーメンで、あの辛いラーメン、鬼滅の辛さ、はい、鬼カッパ、まあ飲んでたらいけるでしょ。水拳使えると。水拳ね、水拳ね、水拳でペロ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 リンちょっと。そうやね、行きますか。はい、行きましょうか。はい、なんか基本的に普通に歩いてても水拳使ってるみたいよ。あれ、あ、マジか。酔ってる。あ、酔ってるのかな。飲んでへんけどな。これ鬼カッパ、これね。はい、生ね。生、はい、行きますよ。はい、兄貴ビールやってきましたよ。めっちゃうまそうやん。お待たせしました、いただきます。うわー、うわー、うん、ま、水拳使える。飲みたい、めっちゃ飲みたい。よだれ出たもん。ごめんね、ごめんね。まあ酒飲んだらね、激辛食べれるもんね。そうそうそう、水拳、うん、多分余裕かな。激辛食べるためにやってるんだね。そう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 、なるほどなるほど。大好きでしょ、酒ね。おいしいって言って、おいしい。弱すな。なんでちょっと恥ずかしがる。シャイやねんじゃない。はい、やってきましたで、ね。はい、鬼カッパ。これなんかどうやって食べるの？ニンニク入れて、さっきの入れて、名残を。それも好きなだけ入れてください。なんなら蜜は入れようかな。んで、キムチ。おお、キムチね。もっと入れる？もっと入れよ。何人入れますか？一個あげてくれたらいいですね。そう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 。嫁ぶち切れやな、多分。そんなん気にせへん。え、いつも気にせへん。気にせへん、マジ。うん、嫁さん怒られる。そう、いや、怒られる。マジ使い方分かってなくない？なるほど、そうやね。そうそうそう、いきます。はい、1個じゃなかなか出へん。出へん、うん、あ、まあ見た目やったらいけそうな感じね。まあここのこのあれは普通の辛いやつでも同じ赤カッパと一緒やから、うん、ただ辛くない色じゃ分からへん、あ、キャロライナリーパーが入ってるから、それはちょっと気をつけましょう。はい、ではいただいちゃってください。はい、今日はね、あのタイムアタックじゃないんで、はい、ゆっくり味わってお酒と水拳楽しんでください。はい、ゆっくり。どうしよう、汁からいこうか。スープいきますか。どうしようかな。ん、大丈夫大丈夫、めっちゃ芋ってるやん。さっきまで余裕言うとった。怖い怖い、もうね、もう最初の序の木やのが忘れられる。ああ、まあ辛い、辛いのは辛いですね。辛い、辛い、うん、いただきます。いただきます。はい、あ、ニンニク、うわー、あ、うま、ニンニクうまうまいよ、そらうまい。あ、でも美味しい、美味しい、うん、美味しくいただける。うん、あ、美味しいです。え、マジ、うん、余裕、この今のところ、今のところ、今のところマジ、うん、やっぱ強いんやな。もう辛いの好きやからね、基本的に。おお、なるほど、うん、あ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だ、もう、汁やね、汁が。あの、ちなみに、あの、今日初めて動画見た人のために補足すると、はいはい、ちもっちゃんって呼ぶんですけど、この人ね、初めてね、激辛から行って、あの、ゴッと食べて、あの、次の日の昼まで動かれへんかったんですよ。今日食べきったよね。なんせもう死ぬかもな。あれはもう、やばいね。やばいね。やばいしか言われへん。もうやばいしか言われへん。ほんまにやばいもん。味はどうなんですか？味？これ？こっち、はい。こっちは美味しいです。普通に切る。この間のシンプルのが辛いような感じ。うん、これは、あ、水拳使ってるかい。あ、そうや、それはある、絶対絶対ある。そうや、シンプルの時水拳使ってなかったから。そうや、ね、あれは結構、うわ、結構辛いなこれ。いや、シンプル断然辛いと思うよ。ほんまに、うん、いや、大丈夫かな。やっぱ水拳恐るべしやね。ちなみに今日食べてるのがこの鬼カッパっていうやつで18禁やから、18歳以下は食べたらあかんから。あ、そうなん。いや、R18 って書いてる。これも食べなあかん。もちろん。まあ、まあ、ジョロキアじゃなくてよかったね。もうジョロキア嫌。見ただけで。でも、あのカレーもいっぺん食べたいかな。カレーね、次広島のカレーね。
にいっぺん、ね、また行かんね。なるほど。あの休み前に休み前に休み前に次の日絶対響くもんね。いやー次の日動かれへんくなるからね、気ぃつけんと。そうでしょ。うわ全然余裕やん。みんなこんな姿を望んでない。もっと苦しんでくれんの。あーでもおっぱい飲んでいいかな。うん、おっぱい飲んでいい。うん、辛そう。辛いかな。うん、辛いのは辛いけどやっぱ水拳すごいな。自分で言うな。まあ、スープがどう。そうやね、そうやね、うん、それがどうなるか。全然汗かいてないもんね。かいてもいる。え、全然や、全然や、全然や。ジョロギアの時かいてたかな、俺汗。いや、なんか冷や汗かいてた。変な油汗みたいな感じ。すいません、2杯目いただきます。おっと、生また柴さん、ごめんね。ごめんね、柴さん。いえいえ。ほんま辛いの強い。水と水分と一緒にいけるって強い。うん、全然飲んだ方がいける。水拳の使い手やな。後で食うかもしれんけど。あとは、ま、後のことは考えたらあかん。そうやね、また死ぬかもしれん。やっぱりあの、ほら、少年時代のほら無邪気な心を忘れたらあかん。あー、もう何も考えずに、うん、楽しくね。そう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 、その時が良ければいいっていう感じで。そうやね。時間ないのはいいよね。時間はたっぷりある。うわー、暑い中ビールうまそうやね。じゃあ、あのちょっとここで、はい、あの今までトラック乗ってて事故りかけた、事故りかけた、うん、今まで怖かったこと。琵琶湖の湖岸道路を走ってて、うん、暗い、夜中だから真っ暗やって、うん、どうだよね、湖岸の方に右折車がおって、うんうんうん、ケツ出たまま止まってて、うん、道路に、うん、そこに突っ込みそうになってる。わー、なるほどなるほど。暗い目やからライトしつけてもハイビームせえへんやん、やっぱり対向車来るから、うんうん、それでもう、うわーって半分、ね、もう眠たかったから、やっぱり、うん、ここでフラフラ汗かいて、うわーって荷物ずれへんかった。あれ、あの時洗剤やったから。あ、そう、うん、洗剤の時はまだ大丈夫かな。そうやね。パイプやったら多分死んでると思う。めっちゃ踏んだもん、ベルギー。うそ、全然止まらへんけど。最初カコンって言ってそこからスーッて滑るもんね。そうそうそう、ほんでもうバーッよけて、うん、やっぱ何あいつだ思いながら。向こうも思ってる、やっぱあいつ何あいつだな。そうそうそう。だからいや、ケツ出して止まってる方が危ないよね。でも止まってた、ケツもう半分以上出して。それは左折しようとしてじゃないの。なんか多分門があるんよ、あの、あー、うんうん、わかったわかった。入ろうとしてケツ出した状態で車通るやん、そんな通り方するか思うて。また向こうもびっくりしたもんだよ。ハザードもたかんと。なるほど、ハイエース忘れません、ハイエース。じゃあ行きましょうか、スープ、はいはい、そら怖いわ。知る怖い、知る嫌やな。もう知る、あの頃の怖さよりマシや。いや、知る怖いよこれ。全然辛いよ。辛いよ、汗かいてるよ。やっぱ汁やばい。汁は辛いね、やっぱり余裕。ちょっとなんか弱気になってきたよ。大丈夫。そうそう、もうね、怖いんですよ。うん、この辛さじゃなくて水分がきつい。それあれだよ、うん、完全なミスじゃないですか。いやでも飲まんと多分辛いね。リュウちゃん水拳使わないね、いつも。いや、まあ車で来てるから水拳使えない。あ、そうかそうかそうか、はい、そうか。すごいな、それは。いっぺん会いたいな。お、行くな。めっちゃ減った。あ、辛い。僕が嫁やったら、うん、これで家でのた打ち回ってたら、マジであの追い出す、殺し去ろうかなって思う。だってさ、いつもやからね。勝手に激辛食ってきて、うん、しかも酒飲んできて、なおかつニンニク臭いねんで、もう致命的やで。結構、まあ、臭い言われるけど。言われるのは言われるけど、あんまりまあ気にせんかな。ごめんなさいぐらい。向こうは気にしてると思う。そうやな、絶対そう。
僕激辛ペヤング泣きながら食べとったから見た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 泣きながらだもん。なんで俺こんなことしてんの。辛いって痛いらしいね。痛いね。それは痛い。まあいや痛くはない。うわ、うん、やっぱ水拳やね。喋れるダメージ食らってるやん。多少はあるよね絶対ノーダメージは無理やね。キャロライナリーパーや、ね、言うようになってきたよね。もう行きますわ。お、行きましょう。一気にグイグイった。おー、行った行った。あ、最後残ったわやつが。やついった。取るとこ忘れた。そんな気にしてくれんねや。うん、そら水、水何いらん言うたやん。いらん言うたやん。やっぱいるわ最後辛かった。もう唐辛子より汁は辛い完全に。お疲れ様でした。完食。はい、やっぱり汁がきついな麺だけど、もう買い玉してもよかったけど汁の前でやったら汁がきついわ。ラーメンは、うん、ね、カレーうどん行きますか。汁カレーうどん、もう俺を殺すけやね。じゃあ次回に期待ということで、はい、次回は何食べてくれはるんですか。え、もう言うとくの。言うとく。あ、まあみんな気になると思うんで。ちょっとカレー食うてみたいな思うけどね。でもあ、じゃあキムチンキカレーかな。一回行きましょうか。ほんなら行きましょうか。もうちょっと芋るけど、まあけどゴッと食べてるから、うん、次またあのゴッド食べればカレーうどんも食べたらデビルに挑戦できるから。デビル食わすの。デビル食わすのもうゆうちゃんの見てるからな。デビル、いや、もうあのゴッドの辛さ分かってるからな。もうデビル食われへんよと。ということで、はい、また次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。もう言われへん言うてるのよ、ほんまに。もう美味しかったよ。待って食べてよ。もういや、もういや、もう勘弁してくれ。もう帰るで俺。歩いて歩いて、いや、送ってください。お願いします。じゃあお願いします。美味しかったよ。もう勘弁してください。ありがとうございました